と夏だから。ここに出てこれるような人物じゃなかった。こっから俺行くからさ、別にあん中じゃなくても行っちゃう可能性があるから。俺らは必ずやることはもう決まってるし、絶対やるから。世の中が許さねえよ、そこは心配いらねえよ。気に入らねえことが一つだけあって。なんでもつあんたでもいいよ。よろしくお願いします。あ、お願いします。前回から環境の変化ございました。そうですね、環境はもう、ま、変わったって多分みんなの方が分かると思うんですけど、もう360度を超えて720度ぐらい変わっちゃった感じですかね、はい。どこ変わったのか。そうですね、まず仕事の量もそうだし、関わる方たちもどんどん目まぐるしく日々変わっていて、ちょっとね、中村追いついてない部分も多々ありますよ、はい。今回参加された理由は、うん、3つぐらいあって、まず1つは中村とやりたいっていうね、クズどもがたくさんいるってこともちょっと耳にしてたもので、それがまず第一の理由と、で2つ目の理由は前回のそのオーディションに参加して、まあちょっと結論的に言うと試合までできなかったんだけど、そこでね、ちょっと花ある人を一人見つけちゃって、それとどうしてもね、今回やりたいなっていうのもあって、まずそれが2つ目の理由で、であと3つ目はね、あの皆さんが一番ご存知の通り、まあ、あの瓜田純氏とのね、あの生産であり自分なりの、あの締めくくりを成し遂げたいって意味で、純氏の方もね、それにちょっと気持ちが前向きになってくれたってことだったんで、その辺の3つの中から、まあ、どれに落としどころが見つかるかわからないけど、まあ、そこをちょっと形にしようかなと思って応募させてもらいました。今回はひな壇ということですよね。そうですね、はい。前回と何か違うだろうなっていう感じあります？まあ、まずそうですね、そっち側ってやったことないから僕わかんないんですけど、喧嘩バトルロワイヤルっていう方では、まあ、オーディションってものもやらせてもらっていて、まあ、そのオーディションってものの雰囲気はなんとなくわかるし、まあ、そこの部分ではさぞそこまで僕はスタンスを変えるつもりはないし、まあ、行くとこは行くし、今日、ちょっと運営の方にも来る前に3点ほど確認してることがあって。それも3点。そうなんですよ、中村は数で決めるから。前回暴れるレベル10あるうちの 0.1 ぐらい出したら、これまた会場も凍りついちゃうし、まあ、世間様もみんななんかちょっと反応してくれたってみたいで、まあ、ちょっとそこだけであんな騒ぎになっちゃったから、10あるうちのどこまでレベル出していいんですかってのをまず一つ確認しましたよ。まあ、そしたらね、10まで出しちゃっていいっていうことだから、まあ、だから遠慮なく行かせていただこうかなっていうのがまず一つ目で。10割出して大丈夫なんですか？そうですね、まあいいって言ってくれたから、まああとは編集かなんかでやってくれるんじゃないですか、なんかね。で、あとはまあ2つ目が、まあ、あとは茶番はなしでいいかってことを確認させてもらったんですよ。ほら、中村茶番はない人間なんで、あの行くときは本当に行っちゃうし、最近ハートフルってちょっとみんなに勘違いさせすぎちゃった部分があるから、その辺も含めてちょっと全力で行こうかなと思ってますよ。で、3つ目はね、好きにやっていいかってことを確認したんですよ。そうそう、中村好きにやらせてもらいますからってことも確認させてもらって今日来てるんで、まあ、その辺が意気込みでもあり、景色も変わるかなってところかなって思ってます。はい、ゆりかさんともし対面したら最初、はい、話したいことあります？そうですね、まあ、久しぶりっていう、まあ、皆さんがお好きなワードですかね、はい。純氏もいるじゃないですか。ちょっと挨拶をぐらいで、はい、ちょっとね、もちろんね、戦うかもしれないから、そこはまあ大人なんで、あの久しぶりってとこだけちょっとこう今日は撮らせてもらって、まあ、もうガキじゃないから何も起きないから大丈夫です、うん、そうここでほら何かやったりとか、みんなに迷惑かかることないから、うん、まあ、その辺の 色気の部分だけ撮ってくれれば。
サーティワンアイスクリームみたいだな、お前。はい、よく言われます。ここは R1 じゃねえんだぞ、お前。あ R1 グランプリじゃねえんだよ。え、あのおっさんがバン中村？そうだよ。ああ、お前が有名なやつか。俺有名なのか知らなかった。俺左折のことしか知らなかったから。左折ちょうど今12時もあったから左折しなくていいなって考えてたとこだったからよ。誰が花があるかなと思ったら、ゆうごさん、あんたが一番花あったよ。だからね、俺、ゆうごさん、あんたでもいいよ。オーディション、お疲れ様でした。いや結構やっぱ思ってた通り大変でしたよ。ゆうごさんが、まあ、あのてっぺんとしてね、組織 あの受けていただいたんで、僕もね、一応喧嘩バトルロワイヤルっていうのもちょっとてっぺんをやってるんで、それで、まあ、そういう戦いがこれから増えていくんじゃないかなっていう兆しも含めて、今回、まあね、組織のレベルは違うけど、あえて、まあ、レベルとかじゃなくて、そういうことがあってもいいんじゃないかっていう意味合いも含めて、まあ、今回ちょっとそういう打診をしたっていうのが僕の思いだったんで、それもストーリー性があって視聴者もちょっと面白いんじゃないかなってきっと思ってくれるかなっていう気持ちでやりました。はい。さっきウリタさんとやられるのかと。そうですね、もう多分ほとんど9割以上の人が多分そう思ってただろうし、実際自分のそういう YouTube 上ですとか、そういうコメントでもたくさん来てるし、メッセージでも。だけどやることは決まってるんですよ。もちろん逃げるわけでもなく、やるのはやるんだけど、ただ今じゃないかなっていうのは僕の中にあって、もっとそのふさわしく本当のね、大人の男同士の色気のある喧嘩を、まあ、本気でやってね、生産をつける意味でやることは決めてるんで。お楽しみを切っておいて。そういうことです。お楽しみ、ほら焼肉とかでもハンバーグでもさ、最初のに嫌いな人参とかから食べるでしょ。あれと一緒で、まずサラダから食べて、その次最後のステーキとかに行くわけで。ゆうごさんはサラダってことですか。いや、そんなことないですよ。ゆうごさんは、いや、そ、例え悪かったな。それちょっとまずいな。ちょっとカットしといてくれ、それ。ちょっとまずい。人参がゆうごさんのことですか。いや、それは違うな。でもちょっと顔はほら、ちょっとこんなこと言っていいか分かんないけど、ちょっとポテトヘッドに似てるじゃないですか。ね、うん、ただ本当ごめんなさい。これは本当にちょっと訂正させてもらうけど、やっぱゆうごさんは花があるし、で僕は本当に前回のオーディションでも初めてお会いして、あ、この人一番花あるなってちょっと思ってたから、そこも含めて、なんだろうな、いや、ちょっとサラダじゃないね、やっぱりな、ステーキから、なんだろう、ハンバーグに変わるのかな。ハンバーグからステーキなのか分かんないですけど、でもそのぐらい、そういうことですよ。でも僕もそう、またこれも言っとくけど、もう僕、まあ、ご存知の方が多いけど45歳なんですよ。でも年齢的にも多分何回もブレイキングダウンの顔としてっていう年じゃないから、そこも含めてやっぱ数限られた多分回数しか本気の戦いって多分できないと思ってて、だからそこで本気でやる相手だったらってことで、優吾さんであれ、純子であれ、今回の応募者の方ももちろん、見下してなくて、本当に俺がって思えたら行きたいと思ったんだけど、やっぱそこにはちょっとたどり着かなかったっていうのが、最終的な判断になります。はい、11月3日、はい、でも一番の大一番はズバリどの試合ですか。そうだな、まあ、どう考えても、まあ、1ラウンド無制限っていうそのルール的なことだとか、まあ、その1000万ほどかけて、いろいろなメンツをかけてやるっていう優吾さんと僕の試合は、まあ、メインにも値するだろうし、組織のてっぺんっていう意味でも皆さんたちの今後にも影響するような、まあ、リスクもそこにあるし、その辺にはまあ大いに注目していただけたら、ただ親父同士の戦いではないから、その辺は注目していただきたいです。はい、11月3日開催予定、ブレイキングダウン6ペーパービューおよび会場観覧チケットは概要のリンクから買えるので、中村と一緒に大会をぜひ盛り上げて一緒に楽しみましょう。それではまた。